それでは今からですね、ソロバン10段を取るために必要な、掛け算のこの種目ですね、この種目を、まずソロバンで、ね、両手で弾いて、どれくらいの速さでやったら10段に合格できるか、そこを、まあ、1回やってみようと思います。で、円マークのついている問題からやるのが、ね、鉄則なので、まあ、どこから置くのかとかね、でそういうところも細かいところも見ていっていただけたらなと思います。というわけでやっていきます。で、まずなんですけど、これ勝負の子だったらね、H10100000とか、だいたいその1の位が真ん中に来るように定位点のところに、シール貼ったりするんですけど、まあ僕らぐらいになったらもう1の位固定せずにね、好きなところから置いていくと、でコンマの位置もちゃんと合うように、微調整すると、そういったところも心がけてやっていくと、ミスが少なくなっていくと思います。はい、じゃあやっていきます。やっぱソロバンは楽ですよ。イメージしなくていいから。暗算だったらね、頭の中でイメージしなきゃいけないから、なかなかね、やっぱりね、難しいところはある、うん、でこうやってね、二度掛けしちゃダメですよ、皆さんね、真似してないようにね、うん、で、まあ、ある程度ね、こういう簡単な円マークの問題っていうのは、うん、省略しましょうね。最後まで計算する方がバカらしいですからね、うん、で、まあ、こういう6桁かける5桁の問題も省略できるところは省略するという意識ね、が大事ですよと、うん、あとはもう数字をどれだけ早く書けるかね、ですよね。あ、これめっちゃ楽でしたね。これラッキー問題、めちゃくちゃ繰り上がったから。でこれは7桁になるけど、まあ、この辺から始めたらいいですわ、うん、でもこの辺までいったらね、もう最後までやらなくていい、ね。これ難しいね、5進15回かける6桁になるやつがね、結構難しいのね。まあでも慣れていくしかないですね。でこれ簡単ね、これめちゃくちゃ簡単ですよこれはね、もう 0.0 がついてた時点でもね、もう神様が与えてくれた問題やとね、思ってもらってもいいと思いますね。うん、いや僕ね、全日本とか出る、全日本とかね、結構やっぱ出るんですけど、なんかね、ソロバン使った方が早かったりするんですよねなんか暗算でやるとね、なんか緊張感に飲まれてね、逆にその200点とかね、そんな点数下がっちゃうんだけど、なんかソロバンでやったらね、なんか割と280点とか270点とか取れたりしてね、あんまり失点しないイメージはありますけど、うん、合ってんのか、まあいっか、一回やろうかな、怖いから。まあもう一回やってもね、多分余裕やと思う。ああ、もう余裕やったな。うん、まあ両手を使うとやっぱこんぐらいの速さでね、できるようになっていくと思いますね。おっと、片手だけで弾くとこんぐらいの速さね、めちゃくちゃ遅いでしょこれね。ほら、そんなもん暗算でやった方が早いですから。もう答え出てるんですけどね、答え出てるけど書けないっていうね、もどかしさありましたけどね。で両手で弾くとさっきよりも処理スピードが上がるんで ね、さっきの方が簡単な問題やったんですけど、ね、すごいできるようになってるでしょ、ね、すごいね。やっぱりこの辺までいくとね、もう考えるよりも先にもう手が勝手に動いてくれるんですよね。手が勝手に動いてくれるレベルになるまでひたすら練習を繰り返していく、そのための努力を惜しまないね、そういう意識をですね、皆さんにも持っていただけたら、10段というのはそう遠くない未来に待ってると思います。まあ、10段というのは、まあ、あくまでもその通過点に過ぎないし、日本一を、取るための、ね、ステップなんですよね。で僕とか日本一取りましたけど、自分のこと全くすごいと思ってませんし、世の中にはその世界記録持ってる人とかね、技術記録持っている人もいるわけで、まあ、そういう人たちとね、しっかり肩並べて、ね、僕より年下ですけど、やっぱり尊敬しつつね、リスペクトしつつ頑張っていくっていうのがね、そのソロバンやってる人にとってはね、大事になってくると思います。やっぱり何かね、目標がないと人間ってね、だらけてしまうと思うんで、その目標に向かってね、何でもそうですけど努力する、それがたまたま僕にとってはまあソロバンだったということで、うん、何か熱中できるものがね、あったらね、すごい人生楽しくなると思いますよ、ね、まさかね、この掛け算をやりながら人生について語るとはね、誰も思ってなかったと思うんですけど、だけどそんくらいね、ソロバンには深いものがありますから。でたまになんかね、こういう掛け算とかやってると、こうやって書くやつおるよね、こうやって
わざわざ動かしてね、アホかって思うけどね、時間無駄やん、この動かしてる 2,3 秒でもう一問解けるやんっていうね、うん、思うんだけど、まあそれをね、かたくなにし続けるやつは、まあ、10段なんて取れないし、日本一も取れないね、うん、中途半端な実力のままやめていくということになると思う。これめっちゃ簡単、もうこれはね、もう弾くまでもなかったね。これもめっちゃ簡単、めっちゃクリアがある、はい、ってな感じですね。